し、まあここは納得の単発かな。ただまあこれで軍資設定の可能性が上がったと。で共通ベルが今まあだいぶいいんで、まあ、4ないし6ね、今のところの予想は。最終的に2かなみたいなことにならなきゃいいんだけど、まあでもとりあえず当たりもまあ軽めっちゃ軽めだし、まあいいっすよね全然。あのね、朝から連単祭りみたいな台がね今のところないんですよ。うち10台なんですけど、今10台中8台動いてて、みんなもうドア玉外れたり1回ないし2回とかで上がっちゃってますんで、おかげさんでね1、2、3、4、5、6台今もう箱使ってんだよね。だから、あー、視聴者、チェリーかな、チェリーかな、また76。じゃあこれどういうことかっていうと、おそらくだから設定変更である程度の台が、ただまあみんなあんま朝そんな早くなかったからよくわかんないんだけど、じゃあまあ朝はだから基本的にチャンスモードが変更されてればね、チャンス台紙は通常 A っていうラインがまあ多くなると。で、なんだろうね、100ゲームちょい過ぎぐらいだったっていうぐらいが3台からであったから、この辺がチャンススタートの台が多かったから、結果チャンス B 天国みたいな感じでみんなこの3つ連チャンしてんのか、それとも純粋にグッズ設定がメインだから天国までの距離が短いのか。ただまあ全体的にいいですよ。すんならもうあの素直な偶数ですよ。偶数は濃いとこ濃いとこ引ければ割とポン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 連チャンしていくもんなんだね。当てないか、当てないね、28。はい、32。ね、思い通りにいかないのがパストロですから。まあでもここはいい、うん。よくないんだけど、まあいい、うん、ねえ、アンノードだからもう330ゲームで、まあ、あとクレジットだけ。やっぱ二山ぐらいさーっとやっぱ引っ張ってこないと
なかなかこう一息つけないんだよね。あ、スイカか。残り13枚ギリギリ。あ、まあ問題この後だよね。直後のあのドア玉が袋通しモードじゃなくて通常 A の速いやつ。っていう可能性は全然ありますんでね。まあこの際グッズ設定でもだから3連単は全然あるんですけどぐらいまでは。ちょっとやられたな。よしよしよし、113上がんねえかな。もう中4回目76、300トイで今113でしょ。当たってるからね、いいとこで。ここはね、ここは B に上がんないんだよね。まあ上がっちゃえばもうあと6割方連チャンするんですけど、この 50% の壁を超えられる
られてないということなのか、それが純粋に奇数設定でっていうことなのか。はい、抜けました。追加だろ今の。これは上がる、上がってもらえないと困る。え、1万全部で4000円、700枚。いや、これは上がるでしょう。これこそこっちもドキドキモードに持っても上がってもらって、いや、ここは今までのはまあしょうがないとしても、ここはもう絶対上げなきゃダメだ。いや、もうほんとここで上げられないようなやつはもうほんと絶対もんだもんね、これ。てんな。よしじゃないからね。4連単はよしじゃねえから。全然。いや、まあここから。投資700枚なんで、まあまあそのぐらいはまあ一瞬じゃ一瞬なんだけど、やりやがったか。